おざっす、TC スンです。さて、今回はブレダ使っていきましょう。ちょっと特殊な AR ですね。一応 AR の中ではその BTK は一番優秀ですね。30メートルまで同時4発キルで、それ以降は、全距離5発キルになります。で、射撃の方法がちょっと特殊で、バースト打ち4点バーストとなっておりますが、このトリガージョブってやつをつけると、このように、射撃ボタンを押しまくるとフルオートに近い形になりますんで、これはあんまり気にするあれでもないかなとは思うんですけど、ただちょっと弱点としてね、非常にネックなのが弾持ちが悪い。装弾数20発。で、1回トリガー引くと、もう絶対4発出るんですよ。もう打ちやめてくれって思っても絶対4発出るんで、もう弾持ちが本当に悪い。で、総所持弾数もトータル100発と少ない。これだけネックですね。で、なんかわけわかんないところから分隊員殺された。今の。こいつらが、いつの間にか侵入していたらしい。OK。で、もう一人湧いたのかな。で、さあ、とりあえず、なんだかんだ、ちょっとピーキーな性能でありますが、やっていきましょう。で、ここめっちゃ強いから。絶対まず見ない。知ってるやつじゃないと。ただもう来ないかな。他のところ見てみてもいいね。さあ、肉革命。この土のちょっと微妙だと思うんだよね。ここに土のを作っちゃうと、その右と左でクロス組めないでしょ。出てきた敵を左右で十字砲火できない。十字っていうか、直線になっちゃうけど。から、ちょっとどうかなっていうのはあるけどね。いいでしょう。クラン戦じゃないんで、とにかく言うまいて。さあ、で、撤退兵もいなくなって、敵がそろそろ来るはず。動かねえから。ブレダさん、こういう隙間の戦闘は強いはず。OK、ワンカット。で、あとは、で、一人やったんで、多分ジャンプし、あ、まあ、避けてくるよな。さあ、あとはどうしよう。来てるね。グレポン合戦でもいいけど。ダメだな、これ。グレポンだな。ちょっと待って。一旦引こう。目たかれてわけわかんないことになってる。これなんとかしたいが。待てよ。ブレダもさ、これ、バーストを絶対4発打ち切るんじゃなかったら結構強いと思うんだけど、弾持ちが本当悪いから。それだけだね。継戦能力。継戦能力が非常にネックですね。で、もうグレポンないや。普通に撃とうか。なんか見えないけど。いたね。OK、ワンカット。で、さあ、再装填してもう一人やりたい。速攻。ああいう違う。 いいでしょう。どうだ。ちょっと暇になってきたぞ。ヒットポイントも、あ、来た。あんまりよろしくないんで、一旦下がってもいいけど、それだとここ見てる人がいなくなっちゃうから、味方がバラ、湧いたよね、今。湧いたってことは、なんか敵いるんじゃない？今、あそこら辺に。ちょ、グレボンぶん投げてみ、見るか。いますか？いないか。ここ強いんだよ。この隙間。あ、ちょっと待って。弾が足りねえ、マジで。俺、これ30発でもいいと思うんだけどね、ブレダー。実銃がさ、20発なのかもしんないけど、そこはあるじゃん。もうちょっと要領よく。バランス的な。弾がない、くそ。もうちょっと引き気味に戦うか。入ってるじゃん。でも、キル確やれなかったけど。美味しいね。で、あとはこっち。で、アルファが取られてるんで、早々に取り返したいが、あの距離はもう30メートル以内だね、杖。で、グレポンも上げよう。いいね、ワンカット。で、あとは、もう一発。ヒットなしか。で、一旦帰ってこっちは、特に問題ないか。撃ってんな。でも、味方下にもいるな。これ、どういう状況だ。いっぱいいるな。ちょっとブレダさん、混戦はかなり危ない武器なんで、ちょっと距離取りたいね。ただ、敵がもう中にしかいないから突っ込むしかないけど。もうこういうマップですよ。マップというか地形ですよ。超苦手なはず。待て、OK！ なんとかなった。なんか左のやつ追っかけちゃったけど。待て、危ない。OK です。なんかいる？頭出した、今。出した。OK です。で、じゃ、反対側から行ってみたいね。足音？いや、すげえエイムしてた気がするけど。
うんこみたいなセンターエームだった気がするが、腰打ちの時に打った球がもう当たってた。ということにしといておこう。はい。レバンカット。B は取り返したかな。一応こっち見てみたら、いるんだよな。OK です。いいも。OK。ちょっと怖かったぞ。はい。で、再装填して。これ、救急箱ここら辺作れなかったっけ？作れないか。コンクエか、あれは。まあいいか。救急箱ぐらい、まあ医療パックか。医療パックぐらい気の利いた味方が誰かくれるでしょう。はい。で、なんか足音。はい、いらっしゃいませ。はい。はい、グレポンあげる。OK。で、あそこの小屋、もう一発ぶち込めばいいんだけど、ちょっと見えねえな。煙いこのゲーム全体的に、まあ、いつものことだけど。で直線上から打ってる。うん。で一旦リロードしてなんとかしたいかな。ちょっと遠すぎるかな、ブレアだね、狙うには。一応単発でもできるんだけど、単発で打つにはこのマップ遮蔽物が多すぎてね、絶対取り逃がすと思うから、もう割り切ってバーストで打ちますわ。なんか味方変なとこ見てない？こっち見てるな。あ、来てたね。よく見てた。はい。火力が火力が残念。待てよ。で、こっちから行ってまだいたっしょ。一人キルカグでしばいたのは見えたけど、他の味方がしばいた。はい。で、あとはこっちがちょっと臭いか。いるね。めっちゃ逃げてる、重突で。まで。あ、落ちてった。川か。川だな。川？川なのこれ。川か。はい。で、こっちは来てないっぽい。ちょっと顔出すまで粘ってみようか。いや、俺こういうのずっと待つから。粘り強いってよく言われる。職場でも。シスン君は粘り強いね。はい、粘り強い。いいね。はい。というわけでやっていきたい。で、他にはなんか抜けたやつ OK。うん。この下がちょっと危うい、あ、噛んだ。あららってなった。危ういのだ。はい。で、そこ。OK です。だいぶ抜けてきてんな。ちょっと警戒してみるか。でも味方二人来たな。見ててくれるか。俺ちょっとうろちょろしたいんだけど。来ないかな。来てもいいんすよ。でもこれブレダはこういう距離強いから。あ、いらっしゃ、あ、なんとまあ恥ずかしがりやめ。グレでちょっと慰めてあげよう。はい。グレノーヒットかな。で、なんか、わらわら来てんな。で、この木はちょっと怖いか。来たね。はい、オッケー。で、ちょっとグレを食らう？さっきの死んだやつが。死んだやつのグレか。日本語が若干怪しかった。で、アルファになんかいる？まあ、いるっぽいな。どっから入った？で、味方の位置的に、ちょ、左側かな、これは。左側がちょっと怪しい。気がしないでもない。いたね、今。うん、左側か、了解。で、あとは、追っかけていってみよう。あらしやつ、どうも、頭が足りない。いや、まあ、30発とは言わずとも、あと5発欲しいな。うん。で、あとは、ここか。はい。お、来てる、来てる。あらしやつ、オッケー。で、あとどうしようか。で、ここら辺一帯はもう味方が、割と封殺中。あの距離はいけるか。いいね。この距離。まあ、リココンしっかりすれば、割とあの距離もいけそう。はい。で、うん。左に流れてるね。なんとかしたいが、待って、OK。危なかった。で、一旦戻ろうか。で、そこ？めっちゃ味方。足が見えてる。暗用。OK。かわいい暗用だ。噛んだ。なんでもないわ。かわいい暗用って言おうとしたけど。俺のベロがついてこんかった。はい。で、どうしようか。一旦戻ろうが、弾がですね、ほんと足りないんで、もうあと12発で残り4発。ね、狙ってみるか。絶対無理か。了解。まあ、ここに一発落ちてるんで。はい。で、待てよ！危うい。ダメか。撃ってるね。OK。で、なんかいる。弾がない。ちょっと待てよ。俺の不思議なエムくらい。OK。で、リボルバー再装填して、で、ブレーダーも再装填ということで。てか、このアンダーグラウンド、攻めの人数ほんと多いよな。マイナス100人ぐらいしてもいいと思うんだけど。ちょっとしんどいわ。で、こっち行ってみるか。OK。で、あと、グレー投げて様子見。ヒットした？
今ヒットしたで、キル格ももらうと。美味しい。で、こっち見てみよう。いないかな。あ、出てくるね。手すり邪魔だったな。手すりじゃない。なんやれ。あの、なんか、名前が出てこん。街灯？街灯でええんかな。どうでもええわ。で、アルファ入られてるんで、ちょっとなんとかしたいけど、ちょっと、ブレーダーね、あんまり室内戦やりたくないんだよ。うん。まあ、しゃあね、入ってみるか。うん。あまり、ちょっと敵の数が多いな。どっから撃ってる？で、この不穏な木はなんだ？やばい。取られる。うん、負けたわ。まあ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 。しゃあない。こういう時もある。はい。というわけで、まあ惜しかったね。敵あと2桁だった。はい。で、キル数の方が63キル。まあまあキルできたね。はい。ただしまあ武器性能的には本当まあ強くもねえけど弱くもねえみたいな感じなんで、使いたい方は使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。